いどうも、ワンソクチューブです。今回はですね、違法でございます。私が契約したマツダ 3X スカイアクティブ搭載モデル、こちらがなんと納期が遅れるということでございます。先日ね、マツダの営業マンさんから手渡しでわざわざね、自宅まで訪問していただいて、こんな詫び状のようなものをいただきました。もうね、これ開封前から嫌な予感しかしないですよね。まあ、すでにね、口頭では伺っていたんですけれども、まあ、私が契約したマツダ3のスカイアクティブ X モデル、まあ、X バーガンディセレクションなんですけれども、なんと納期が遅れるということですね。で、私自身、マツダ3のですね、スカイアクティブ X バーガンディセレクション、契約しましたっていうのね、先日 YouTube でも公開したんで、まだ見てない人はそちらの動画からね、見ていただければと思うんで、下の詳細欄に貼っておきますんで、合わせて見ていただければと思うんですけれども、もともとね、マツダ3のスカイアクティブ X は2019年10月発売予定だったんですけれども、それだったらね、私の、契約したスカイアクティブ X モデルは12月には納車可能っていう予定だったんですけれども、それもね、ちょっと怪しくなってきました。今回はですね、この手紙の内容についてちょっと触れてみたいと思います。これはね、契約したオーナーにしか届かない代物ですので、まあ、ネット上に上がるのもレアかと思いますが、私ね、一柱上等って言って買った動画アップしたんですけれどもね、まさかね、こんなに早く人柱的な状況になるとはとね、まあ、これもね、ネタと思って、まあ、YouTuber ですから、ね、コンテンツにしていきたいと思います。まあ、このね、スカイアクティブ X をご予約いただいたお客様へというね、この不穏な手紙なんですけれども、まずはね、これ開封してみましょう。それがこちら、ドドン。内容をね、ちょっと軽く読んでみますと、マツダ3スカイアクティブをご予約いただき誠にありがとうございますと、早くからご契約いただいたお客様にはご満足いただけるお車をお届けするために最大限の努力を続けております。そのような中、先日欧州仕様の試乗会を行ったところ、各方面から非常に高い評価をいただきましたと。で、そこで私たちはこの素晴らしい走りをぜひ国内のお客様にもお届けしたいとの思いで、この度国内仕様についても、当初レギュラーガソリン推奨のエンジンから欧州仕様の燃料に近い廃翼ガソリン推奨のエンジンへ切り替えて導入することといたしました。その素晴らしい走りにきっとご満足いただけるものと確信しております。もちろんレギュラーガソリンでも問題なくお使いいただけます。この変更に伴い、マツダ3スカイアクティブの発売時期を当初の10月末予定から12月中旬予定へと変更させていただきたいと存じますということですね。まあ、当初の予定より時間をいただくということで、ご迷惑をおかけしますことを慎んでお詫び申し上げますという、まあ、内容のお手紙なんですけれども、まあ、早い話がね、スカイアクティブ X はレギュラーガソリンでも走るけど廃翼推奨にするよということですね。それに伴って国内のね、許認可の関係で納期が遅れるよっていうこと、この2点が書いてあるってことですね。もともとレギュラーなのか廃翼なのか、まあ、私自身あんまり発表がねされてなかったんで分かってなかったんで、そこはあんまり気にしてないんですけれども、私にとっての秘宝はね、やっぱり納期遅れの方ですね。まあ、早めにね、ネタにしたいなと思っていたので、まあ、それが遅れるっていうのはね、ちょっと痛いなと。廃翼化についてはですね、いろいろ諸説あるんですけれども、まあ、ツイッターなどのねフォロワーさんからの情報によると、まあ、高回転のトルク特性が上級グレードとしてはレギュラーガソリン仕様だと、まあ、あまりね伸びが良くないということで、欧州のね、廃翼にすると、まあ、高回転側の伸びも良くなって、出力もね、エンジンの回転に伴って上昇するっていうね、特性に変わるので、そっちに寄せたんじゃないかということが予想されます。欧州のね、廃翼仕様っていうのはですね、まあ、オクタン化が95と95ロンと書いてあるこちらのグラフの方ですね。そして欧州のレギュラーガソリンっていうのは91ロンという方で、まあ、こちらのね91ロンに関しては、低回転のトルクはいいけど、まあ、高回転になると、まあ、トルクが下がっていくというような曲線になっています。まあ、こちらの、出力曲線では難しい判断なんですけれども、日本のレギュラーガソリンはオクタンが89と廃翼で96ロンということになっているので、まあ、試乗会で使われたのが、まあ、95のオクタン化だったので、それに寄せた、まあ、廃翼の方が、まあ、評価がいいんじゃないかということで、まあ、それのね、許認可を取りに行くと、まあ、2ヶ月ぐらい遅れちゃうっていうことなんじゃないかなという、まあ、予想ですね。
まあ、ただね、レギュラーガソリンでも走るっていうように、まあ、公式でね、発表がされているように、このね、画像にもあるように、オクタン化91の、トルク曲線ではですね、低回転側で、トルクがね、ぐーんと太くなって、で、高回転側で、トルクが弱まるようになっていて、まあ、ディーゼルエンジンに近いトルク曲線だと思います。で、一方で、オクタン化95の方は、まあ、低回転から高回転に向けてね、右肩上がりに伸びていく、まあ、ガソリンエンジンに近いトルク曲線だと思うので、まあ、レギュラーでも問題なくお使いいただけますというね、手紙の文章からあるように、まあ、入れるガソリンのオクタン化によって、出力特性が変わるエンジンっていうことなんじゃないかなと。まあ、それはそれで、まあ、面白いエンジンなんじゃないかなと。まあ、例えばね、普段は街乗りメインとして経済性と、まあ、低回転トルクがあった方がいいっていう乗り方をしてる人は、レギュラーガソリンをね、メインで使ってですね。で、例えば、週末の時、レジャーとかツーリングとかスポーツ走行を楽しみたいなっていう時だけ、排浴をね、ちょっと多めに入れるという風にすると、本当に、入れるガソリンによって、まあ、エンジンの出力が変わると、走りが変わるっていう、ちょっとね、面白いエンジンになるんじゃないかなという予感がしています。例えばね、旅行で遠出をするときに高速メインで使うんだったら、レギュラーガソリンでね、低回転のトルクを使って高速燃費を伸ばすと、まあ、ディーゼルエンジンに近いような、走りをするっていうね、入れるガソリンによって、まあ、排浴とレギュラーによって、使い分けができるエンジンというふうに考えれば、まあ、とてもユニークなんじゃないかなと、まあ、好意的解釈をすればですね、まあ、そういうふうに思えると、まあ、2ヶ月我慢をすることで、まあ、そういうね、まあ、楽しみ方も増えたというね、まあ、良心的な解釈をすれば、まあ、そういうふうにも取れると、ポジティブに考えればですね。まあ、当初言われていた、まあ、ディーゼルエンジンとガソリンエンジンのいいとこ取りっていうのは、ちょっとね、異なるかなとも思うんですけれども、まあ、オクタン化によってね、特性が変わるっていうエンジンっていうのがね、ちょっとね、難しいところかなというのは思うんですけれども、まあ、裏技としてね、わかんないですよ、これ本当に。やってみないとわかんないんですけど、裏技として、まあ、レギュラーと排浴を、まあ、半分ずつ入れて、まあ、オクタン化93ぐらいに調整すると、なんかトルク曲線もね、すごく面白いこと、理想のね、トルク曲線になるとか、わかんないですよ。こういうね、ちゃんぽんして、なんかね、試してみたいっていうのね、ちょっとね、私の YouTuber 魂がですね、そういうのやってみたら面白そうかなというふうに思ってます。まあ、その辺はね、人柱として、まあね、車買うチューバーとしてね、やってみたいと思いますので、まあ、例えばね、マツダ3スカイアクティブ、レギュラーと排浴を混ぜてみた結果、みたいなね、動画を作ってやってみたいなというふうに思っています。もうね、そう考えるとね、逆にね、もうワクワクしてきますね。うん、もう2ヶ月ぐらい我慢してやるぜって、ね、うん、まあ、言いたくはないけど、まあ、まあね、良心的に解釈して、まあ、そういう楽しみが増えたと思えば、まあ、いいかなというふうに思っています。まあ、うまくすれば、もしかしたら年末超ギリギリに納車ができるかもしれないということなんですが、まだね、なんか不確定なんで、詳しいことは言えないということなんで、まあ、年明けちゃうんじゃないかなとは思ってますけれども、まあ、ラッキーだったら年末に収まるということなんで、まあ、できるだけね、早くね、マツダ3の、納車インプレッションしたいと思いますので、まあ、これからもワンソクチューブ、ぜひね、まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録して、まあ、ベルのマークをオンにしておくとね、動画上がると通知が来ますんで、まあ、見逃しもなくね、見ていただけるということになってますんで、よろしくお願いいたします。まさかね、ここまでね、納車が長引くとはちょっと思ってなかったんで、まあ、それならね、CX-30 買ってたよってちょっと思うところもあるんですけれども、2019年11月に発売予定している、まあ、マツダの新型 SUV CX-30、こちらね、実はね、もうクローズドで、予約が開始されているそうです。で、実は私ね、いち早く見積もりをいただいてきていて、まだね、購入した人以外にはね、その見積もりもらうことができなかったんで、まあ、文章レベルではあるんですけれども、そちらの見積もり記事なんかもね、ブログですでにアップしていますので、まあ、比較用にね、CX3 とか CX5、まあ、それからマツダ3と見積もり比較なんかもやっている記事がもうアップされてますので、下の詳細欄に貼っておきますので、まあね、CX30 とマツダ3と、まあ、CX5 とどれにするか悩んでいる方は、そちらの記事も参考にしていただければと思います。CX30 のね、動画なんかもこれからアップしていきたいと思いますので、これからもね、ワンソクチューブお楽しみにということですね。そして前回の車マニアック写真クイズなんですが、これめちゃくちゃ難しかったと思うんですが、プジョー5008、正解者1名いらっしゃいましたね。
そして今回の、車のマニアック写真分かった方はコメントいただければと思います。それでは買いたいあなたの背中を押すチャンネルワンソクチューブ、次回もお楽しみに。